いいですね。先ほども少し取り上げましたが、中国について外務省にお聞きしようと思います。外務省ウェブサイトの中国を紹介するページで日中経済外交というものを見てみると、次のように書いてあります。日本にとって中国は最大の貿易相手国であり、日系企業の海外拠点数では中国は第一であるなど、日中経済関係は一層緊密になっており、日中首脳間でも双方の関心や方向性が一致している分野について経済実務協力を一層進めることで一致していると。同時に日本側から中国側に対し、公平な競争環境の実現及び自由で公正な貿易体制の発展に共に努力していきたい旨伝えるとともに、法制度の運用改善、さらなる市場開放、日中金融協力の強化等を通じ、ビジネス関係の改善に力強く取り組むことを働きかけてきているとあります。このように日本にとって中国というのは極めて重要な国であることは言うまでもないことでありますが、いろいろと懸念すべき国であることも確かだと思います。まずお聞きしたいのは中央政府での権力闘争でございます。現在習近平国家主席でありますが、いろいろな派閥があることで、ご存知だと思いますが、江沢民派との争いなどもあると聞きしています。中央政府での権力闘争について、現状どのように把握されておりますでしょうか。外務省大臣官房田村参事官。お答え申し上げます。中国の動向につきましては平素より注視しており、委員ご指摘の論点等含め中国の内政につきましてはさまざまな見方があることは承知しておりますが、ご指摘の論点につきまして、政府としてコメントすることは差し控えさせていただきたいと思います。浜田聡君。微妙な、難しい立場であることは、理解させていただきます。で、習近平国家主席について、心配なこととして、国をどんどん拡大させていく野心を隠していないことが挙げられると思います。習近平国家主席就任以来ですね、たびたび言っているとは思うんですが、アメリカと中国で太平洋を二分しようという発言をたびたびされているかと思います。この発言に関して日本政府の見解を教えてもらえますでしょうか。外務省田村参事官。お答えいたします。習近平国家主席が太平洋は広く米中両大国を受け入れる十分な空間がある、委員ご指摘の通りのご発言を行ったことは承知しているところでございます。この発言について具体的なコメントをすることは差し控えますが、その上で米中両国が対立ではなく地域や国際社会における様々な問題に取り組んでいく方向に進むことは地域及び国際社会の平和と安定の観点から重要であると考えています。我が国としましては米国との強固な信頼関係のもと、中国とも関係改善が進む中、米中両国と緊密に意思疎通を図っていく所存でございます。浜田聡君。はい、ありがとうございます。最後に中国への ODA についてお聞きします。中国に対する ODA を外務省のサイトで検索すると1000件以上ヒットします。で、これまで多くの支援を行ってきたということは明らかではあるんですが、今後の方針を聞かせてもらえればと思います。外務省大臣官房高杉審議官。はい、お答えいたします。対中 ODA につきましては2007年に円借款、2006年に一般無償資金協力の新規供与を終了して以降、我が国国民が直接被益する越境公害や感染症等の協力の必要性が真に認められる分野に限って実施してきておりましたが、中国の改革開放40周年を契機に対等なパートナーとして新たな次元の日中協力を推進すべきであるとの考えのもと、2018年10月の安倍総理訪中の機会に2018年度をもって対中 ODA の新規採択を終了することを決定いたしました。現在実施中の継続案件が順次終了することをもって2021年度末までに全ての対中 ODA が終了することとなっております。以上です。浜田聡君。はい、ありがとうございます。最後にですね、中国による民族浄化についてある書籍に記載されていることに関してお話をさせていただきます。これは質問ではありません。万が一事実でないなら後でご指摘いただければと思います。現在の中華人民共和国は民族浄化が現在も進行中です。民族浄化とは特定の民族や宗派を根絶やしにすることです。大量殺戮や追放、その土地に根付いた信仰の冒涜、記念碑の破壊など人の集団を文化や歴史
事実を消滅させることです。1949年から始まったチベットの民族浄化は、指導層にあたる僧侶の逮捕や投獄、寺院の破壊、漢民族の政策的移入など、などによりチベット人が少数派となり、現在ではほとんど目的を完遂されている状況です。チベットでの民族浄化がほぼ総仕上げの段階なら、その隣のシンチャンウイグルはまさに現在進行形で行われているところでございます。こういうことをする国が先ほど申し上げたように太平洋を二分するという発言にとっては、ついては日本にとって脅威だと思うのはさほど、変わった考えではないかと思いますし、日中友好という言葉についてはこの民族浄化を肯定しかねないかと懸念を表明させていただいて、私の質問を終わらせていただきます。